はい、というわけでね、金浦空港を着きました。ただね、ちょっと緊急事態発生でウォンがないんですよ。今 ATM を聞いたらこの時間閉まってるって言われちゃって、ちょっとね遅い到着なんで、もう11時近いんですけど、閉まってるって言われてもね、とりあえず地下鉄だけ乗らないとね、ちょっとたどり着けないんで、どうやったら乗れるんだろう。円で乗れるのかな。ゲットできました。よくわかんねえ、もう5000円入れたらこんなのが出てきたけど、 T なんとかカードを買わなきゃなんねえんだ。全然わかんねえ、 T マネーカード買えなくて、一回こっきりのやつね、とりあえず買ったけど、電車もどれだかわからんし、これか、これでいいのか。乗り換えとかやってねえし、エスカレーターは右側みたいね。関西系だねこれは。ここにいるらしいね、どうやら。雨だし、もうやや、お左か、あれ近いね。あ、ほら誰もいないじゃん。どうすればいいの。お金は今ですか。あ、もうあっちで払ってんだ、アゴダで払ってんだ。あ、そっかそっか。まあ、ここで、あ、タオルあるんですね。はいはいはい、1個だけ。あ、1個、じゃあ持ってとこうか、はいはい、不安だから。これとこれ と、まあ、これは1個、何、歯ブラシ。はい、歯ブラシとこれ。はい、これは何だろう、ジェル。じゃあこれを持ってって、また明日いいんでしょ。あ、またこの、あ、こっち入れてこれ持ってくと。はい、わ、はい、かりました。私は今、はい、鍵を部屋に持って、うん、あ、はい、部屋の中に鍵があります。はい、私鍵中入れてありますって言ってたね。ここかい。くそ、まあまあまあ、あ、私置いといてくれたね、407。まあ、噂には聞いてましたけどね、予約した時から。でもベッドがこんだけ広ければ、全然、どうなの？いいんじゃないの？これ。うん、汚れてないしね。景色、あ、ちゃんと窓もついてるし、こっちもついて、テレビも、エアコンもついてるしね。水回りは？あ、一応シャワーはこんな感じですね。まあそれなりじゃないの。まあ贅沢言えませんよ。これ3泊4日で1万4000円ぐらいなんで、全然いいんじゃないですかこれ。洋服をどっかかけなきゃいけないと思ったんだけど、そういうのないね。テーブルもないんだよ。これテーブル？あ、るじゃない。ちょっと出てきたけど、全部もう閉まってるよこの時間は。もうってことで買ってきましたよ。水とサンドイッチとカス作りました。この T マネーカード、コンビニでも作れるみたいで、これチャージしてこれ買ってみたいな感じで、もうお金もわけわかんない、いくらあんのかとかさ、こういうなんか出てきたけど、これもうこれが何なのかわかんない。ちょっと一旦ね、整えてね、ちょっとビール飲んで整えて、また明日から頑張りますわ。え、じゃあすいません、ちょっと乾杯だけ。
これだもん。おはようございます。ソウル2日目の朝になります。ただいま朝7時半ですね。まず朝ごはんになるのかな。すごいなんかああいうマンションみたいなのとこういうなんか掘ったて小屋みたいなのが同居しててなかなか面白い地域ですね。とりあえず準備して出かけます。寒いね。3度とか4度、まあ、朝だからだと思うんだけど、でも今日最高気温も8度とか9度って言ってたんで、昨日はね半袖でね普通に東京で過ごしてたのに、もう寒いね。周りダウン着てる人とかいるし、そんなに気候が違うものなのかな。まあ改めましてなんですけど、韓国ソウルに来てます。5年ぶりの海外、そして8年ぶり3回目の韓国になるのかな。もちろん一人で来るのは初めてでね、もうのっけからね、昨日もちょっと渋滞さらけ出しましたけど、結局いろいろとね事前にいくつか調べたんだけど、ATM でお金下ろすとか、地下鉄のカード作るとか、全部ねあんな時間に着いたらやってないんですよ。夜遅い便だったんで、もう全部 ATM から何から閉まってて、ホテルもねちょっとねウォシュレットがついてなかったのが難点かな。でも韓国のトイレ事情ってそんな感じなのかな、よくわかんないけど、今ウリバンク、ウリ銀行でちょっと10万ウォン、下ろしました。で手数料360、3000、なんだ、とにかく日本円で360円ぐらい手数料だったから、両替とどっちがねレートがいいのかよくわかんないけど、ごちそうさま。はい、どうも。いやー、美味しかったな。あれで9000ウォンなんで900円ぐらいですかね。いやー、ただねー、ちょっと個人的には辛すぎだな。韓国のクオリティってそんなすごい辛いの。さてさて、どこ行こうかな。ここミョンドンになるのかな。なんこれ、ミョンドン大聖堂ですね。韓国カトリックの聖地ですね。なんかなかなか広場になってて、1892年に着工、1898年に完成されたこの聖堂はソウルカトリック教会の中心で象徴であると。中ね撮影禁止なんですけど、今中入ってきたんだけど、なんかすごい厳かで、まあ、当たり前だけど
ステンドグラスがねすごい綺麗で、大広間でなんかいい空間でしたね。こんな朝っぱらからいきなりおじさんに、すいません社長、偽物はいらないですか、モンクレーもあるし、いらんし、これは何の行列だ、この行列は何だ、なんだなんだ、見た感じ若い子ばっかりやな、ナイキ、え、ナイキのオープン待ち、嘘でしょ、そんなか、ナイキそんなすごいの。いやまだね、ほんと9時半ぐらいなんでね、お店も全然開いてないけど、屋台とかも出てないけど、もうなんか異国にいるっていうだけでちょっともうワクワクが止まんないよね。ちょっと朝早すぎたな、おじさん、これダメだな、こんな時間に来ちゃう。いや本当はね、神社仏閣巡り、キョンポックンとか行きたいんだけど、火曜日休みなんですよね、その辺の著名なお寺が。なんで明日に全部、そういうのを動かして、今日はまあミョンドンとかトンデムンとかその辺ちょこっと回れたらななんて思ってて、ちょっと買いたいものもあったんでね、買い物でだらっとね、だから行動範囲が狭いね、今回のツアーは全部歩いて行けるような感じのところなんで、楽は楽なんですけど、もう思いっきり時間持て余したいね、今回はやることなくなりたいね、退屈になりたい、そんな旅にしたいと思ってます。これがなんか換金率のいい大使館前両替所ってとこだね、ここでやればよかったかな。もうちなみに韓国はね、基本的にもう日本以上にカード文化なんで、大概のとこでカード使えるんですよ。だから現金持ってる必要ないんだけど、屋台とかね、まあ、さっき言ったような朝ごはんのお店とか、ああいう個人経営のところはまだまだ現金しか使えなくて、なんなら自分が行きたいような店ってそういう店ばっかりなんで、ちょっと多めに現金を準備したって感じなんですね。韓国はね、皆さんご存知の通り日本と時差ないんですよ。時差ないんだけど、なんか過去の歴史ではね、やっぱり少し1時間時差なんかあったとかないとかあって、そんなん繰り返してて今は時差がないと。ただ実際はね、30分ぐらいの時差がねあるらしいんですね。だから今日朝もね7時ぐらいだったんだけど、7時でもちょっとね暗かったかな、日本の6時半ぐらいの感じで、ちょっと日が出るんだか出ないんだかって感じで、ちょっと暗い感じでしたね。その代わり日はちょっと長い。タッチよっ、丼のちっちゃいので、これがハーフサイズ、両方ともちっちゃいサイズで、ビールはカスでね、いただきましょう。これじゃあいただくお箸や、いただきます。うん、うまっ。
べ、うまっ。俺もなんか牛肉となんかのスープ飲み終わったら次のすぐ持ってきてくれるの、これ気持ちも持ってきてくれるし、これ終わんねえな。いや生肉うまかった。いやほんとうまかったわ、久々に食ったな生レバー。千枚もうまかったな。いやほんとあのミシュランのプチョンユッケ、プチョンユッケってところがあるんだけど、そこはあのハーフサイズないんですよ。でこっちはハーフサイズあるんで、こっちのユッケチャメチ、この3号店でとこなんだけど、こっちにお邪魔させていただきました。いやーでもうまかったわ、ほんとうまかった。ちょっとじゃあ市場流しますか、関ジャン市場。うわすごいなこれ、このドーナツみたいなやつこんな並んでる。あれであんな並ぶかね。なんか日本人ばっかりとかいう話聞いたけど、そんなことないね。地元の人とか結構、あこのチヂミ食いてえな、これ食いてえな。ちょっとお腹いっぱいだから一旦落ち着きましょう。ここがねネットフリックスで特集されたお店ね、すげえ並んでる。ちょっと散歩がてら歩きますか。これはチョンゲチョンね、ソウルの中心を流れている川ですね。まあ、市民の憩いの場みたいな感じですかね。あっちの橋まで歩きましょう、散歩がてら。激渋の通りだね。あ食堂とかあるんや。なんか日本でいうせんべろみたいなね、角打ち、ああいうのがなんかちょこちょこあるらしくて、こういうとこ、あここか、これあこれ酒のマーク出とるやん。おお2人おるな、思い切って入れるか。これは度胸いるな。ちょっとしちょっと待って、さすがにこれさすがにちょっとどうなの。おじさんたち2人入ってったね今ね、店も開いてんだ。絶対日本語とか喋れないもんね、英語も喋れない、まあ、そもそも俺も英語喋れないけど、ちょっとでもせっかく来たならこれ勝負かな。一杯行けますか。え飲みます。うん、ビール、ビール、うん、うん、あー、よかった。こっちでいい？よいしょ。Thank you.
ちゃいるんだまあ言ってみると何でもないんだけどね。なんかあのオーナーのおじさんがすごい優しい人で、なんかあったかくてよかった。ちょうどあの常連のおじさん2人はね、なんかお茶飲んでたから、お客さんじゃないんだろうけど、共通のテレビ見ながら笑ったり、いい空間でしたよ。さてさて、とりあえずどうしようかな。もうね、今12時半なんだけど、午前中だけでね1万3000歩歩いてるんですよ。いいね、こういう路地裏大好き。こういうところやっぱ大通りじゃなくてね、こうやってどうせなら一本裏を歩きたいね。おびっくりした。拙い日本語と拙い英語でなんとか会話はつながってるんだけど、そんなに不自由さは感じないんだけど、やっぱりね読めないね。ハングルは読めない。これ台湾とか香港はねまだ漢字だったからなんかニュアンス伝わるんだけど、ハングルはちょっとわかんないよこれ。あと日本の車、日本車見ないね。うん、これ意地だろうね。韓国の日本車全然見ません。ヒュンダイとかね、そういうのが多いんじゃない。この木何 KIA キアよく読めないけど、そういうとことか日本車は本当いない。これ宿のね8階のテラスからの景色なんだけど、これホテル PJ だ。ああホテル PJ はさすがに地図に載ってたな。景色いいね。あそこなんかサウナのマークあるな、お風呂のマークが。あそこお風呂あんのか。これお風呂だな。ちょっと行ってみようかな。